今日は貿易屋さんの方に用事があるんですけど、この陶器くず持ってってみるか。邪魔な、陶器くずこれなんかプラスチック容器に入れて持ってくか。よし。このプラケースいいな。これ長身出してこんな感じで瀬戸物入れちゃって出すか。ちょっと割れてっとこなんな、これ今回2枚だけにするか。家持ってっちゃうか。おお、そっか。どうする？水入る。日本では使い物にならないけど海外ではすごく人気あるんです。日本の陶器はこれはもう日本では使う人いる。よし、これぐらいにするか。あ、ちょっと重い。とりあえず積んじゃうか。はい、一つ仕上がり。プラケース探してくるか。第2弾はこの桶に入れちゃいますか。プラケースの桶、こういう色がついた植木鉢も知らん顔して持ってっちゃいますか。植木鉢怒られるか。お、これ陶器あるじゃん。陶器そうだ、皿。あ、陶器あるじゃん。怒られるか。知らんかして持ってっちゃうわ。ダメ、やめとくか。これはお皿あるじゃん。結構探すと、お植木鉢だよな、俺な。どう見ても浮き鉢だよな。持ってっちゃうか。これもう浮き鉢だけど持ってっちゃう。多分ダメだって言われると思うけど。これは陶器。よし、これはこれで持ってっちゃうか。浮き鉢。発泡スチロールに入れて持ってっちゃうか。これ。これゴミか。ちょっと待ってよ。よし、これぐらいでいいか。このぐらいでいいか。この亀戸が灰皿も持っててみやる。灰皿だ。よし、もうちょい探してくるか。コンテナたち、これ風化してボロボロだな。
これ底抜けしねえかな、大丈夫かな、これ持ってっちゃうか。結構探すとあるな。お、割れだけのはダメ、割れはダメ、この蓋もわけわかんない、ダメ。探すと結構あるな。これちょっと溶けるね、これだ、これ割れてるね。いいや、持ってっちゃおう。あー、結構あるな。バカにしてたけど、あるわ。これ詰めちゃいます。はい、出来上がり。持ってくか。このコンテナもいいな。次これに入れて出すか。これ相馬焼きですね。福島県の相馬焼き。よし、一旦戻るか。お、あ、割れてる。すり鉢、ハートのマーク、結構探すとあるもんだな。こっちにも入ってるかな。こっちに入ってないか。これは砕け出る、表面の焼きが。これはやめときましょう。これは大丈夫。この辺みんな、あ、割れてる以外みんな入れちゃいましょう。あと俺の部屋にもあったんだな。俺の部屋の持ってくるか。そうですね。これ積んじゃいますか。はい、食器くず積みました。よし、今から捨てに行くか。無事に荷下ろし完了しました。で、今から屋根の見積もりに行きたいと思います。屋根の塗装の見積もり。今日の昼飯はウインナーです。はい、陶器くず置いてきました。で、60キロでキロ30円だから、まあ、9キロぐらい容器代控えました。9キロ、だし、スケール引き。69キロだったのかな。で、1800円にしかならなかった。いや、
タバコ吸いになればいいですよね。あれゴミですもんだって。売れるだけいいですよ。ほんと、タバコ吸いになりますよ、あれほんと。集めとけば。結構陶器くず流行ってます、最近。買い取りしてるスクラッパーさん増えてきましたね。うん。だから、じわじわ、集めとけば、結構、良い小遣いになると。はぁ、以上。